水野と水木とりくんと土井です。はい、本日の企画は本当に怖い本当にあった話。皆さんには事前に本当にあった本当に怖い話、仕事中に起きたとか演奏会とかそういうものに実際あった話を何か1個言えるぐらいの話言えないのもそう言えないのもあるから持ってきてくださいっていうふうに多分伝えてあるんですけど、例えばなんか私最近あったのが、iPad で脚本を本番見ようと思ってこう準備してたんです iPad でそしたらリハーサルから本番の日の間の時に Twitter で動画が回ってきて、ピアノ伴奏者がそうコンクールでチェロの人のコンクールで伴奏者がこう iPad を使ってこう伴奏してるんだけど譜めくりがうまくできなくって、途中でピアノが こんなんだって止まっちゃうっていう動画を見て、いや本番これなんだったら怖いなって思ったから、わざわざ楽譜を全部コピーして、今度は SDGs とか言ってる時代に紙でコピーしてファイルに入れて本番臨みましたと。そしたらファイルがピカピカ光って本番中ずっとこう反射でね、そう今度は反射で袋に入れたってこと、そう袋に入れた楽譜みたいな、そういう予定じゃなかったからちゃんとこうライトでね照らされてる予定だったから、リハーサルの時はそういうのが分かってなかったけど本番の時に、もう一人なってるっていうちょっとした失敗とかなんとかならないこともないけど、結構焦るじゃん、譜面が見えないって。ページが違うだけでもいいじゃない、12っていう時と12になっただけでもなんか嫌な時あるよね。基本的に私たち原稿を使うことが多いから譜面隠しだけ置いて紙ペラなことが多いけど、その iPad に入れてたから全部こうね入れてたんですけど、あれはよくなかった。リハ経年からちゃんとしましょうってやつだね。そうこれが私のちっちゃな本当にあった本当に怖い話なんですけど、でもこれ結構あれだよね、外行きだよね。あ、そうじゃん。本当はもっとやらかしてる人だよね。ある、絶対ある、絶対。やらないやつばっかり。いや、でもご時効かなって思うやつで言うと、あれがありますよ。仕事現場でね、楽器を忘れていったり、トロンボーンの人の話を聞いて、しかもそのトロンボーンの人は背負ってて、普通に楽器ケースを持って現場に行きました。現場で開けました。そしたらスライドだけ入ってなかったです。やば。で。っていう話を聞いて、いや怖いな怖いな、そんなことがあった本当に怖いなって思ってた。次の日ホルンの同級生の子とデュオトリオの本番があったんですけど、マウスピースだけ持ってた楽器置いてた。そう楽器置いてた。怖すぎてアリペイが次の日楽器忘れた、怖いな怖いなって思ってたら、次の日私が楽器を忘れていく。意識したがゆえにってことじゃな。えかな、分からんけど怖い。これじゃないこれは。だからこういう話をした次の日はみんな気をつけてっていうビビった。その時はどうやって対処したの？その時はカニエっていう場所にいたから、どう頑張ってもその本番には間に合わない、入り時間から考えて帰ってるとって言ったら、そのホルンの子が私家にトランペットたまたま借りてるかもってなって、え貸してってなって他人の楽器でマウスピースだけあったら結構シビアだよね、人の楽器で本番ね。結構かなりシビアで、曲も曲だったからなんとか乗り切ったけど、本当にやったら本当に怖い。怖いよ、それは怖い。何個は5分の気づいのは5。確かにチームはなかったら終わりかもしれない。気づけよチームは。気づけよ先輩に聞いたのは、ついて車開けたら入っちゃう、あると思ってたらってことね。私だからその事件があってから中学の人中学みたいな体してるから楽器だから違う。それから怖いから運転しててバッて急に分かる分かる、それはやるよね。あるよね、あるよね、そうやることがすごいある。マッピも幸せでこうやってマッピあるか確かに分かる。本当にやった、本当に怖い話でした。怖いね。次の人。はい。学生の時の話で神田コンってありますね。神田楽器コンクール。私の代は1年生、まあ3年に1回あるので、1年生の時に1回、4年生の時に1回受ける機会があったんですけど、1年生の時もう初めてのソロピアノ伴奏をつけて、しかも東京に行くんですね。東京ね。そう。東京であるから。まあそもそも東京に行くのが、中学みんなで行くのがもう舞い上がっちゃって、もうそもそも疲れて。でコンクールですで、みんながリポデーとかなんかレッドブル飲んで本番やるっていうから、あ、そういうもんなんかと思ってまあそうそう飲んでやろうと思ったら、なんか思いのほか興奮しちゃって、多分レッドブルとかカフェに行ったのかな。ドキ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 しちゃって、ソロの曲って伴奏が始まってチューバが入る時もあるんだけど、その曲はたまたま3杯一緒に入るみたいな曲で、その興奮しちゃって「3杯」っていうのを私がやらなきゃいけなかったんだけど、やるの忘れちゃって、もうついちゃったもうってなって、後からつけてくれたけど、なんか気をつけて。いろんな薬があるよね。リポでレッドブル、あとよくやってたのは休診。とかやってたけど、まあもう気休めですよね。私たちもね、全然緊張するんで、こんなんなることもあるし、突然やばい。もう本当に怖い話。怖い話。気をつける。合図出さないとかね。一番合図出すのここラッパーだけど、ラッパーは多分合図出すっていうのも慣れてるから。出すけど、たまにさ、金庫とかでやってても途中でトロンボーンが合図とか、ホルンが合図とか、全然違う人が合図出したりするときに勝手に出すときもあるし、出す予定だったのに出されたみたいな。2人ぐらいこうやってやっちゃう。本当に怖い、そういうね、合図関係怖い。ブラスバンク僕はいろいろやらかしてるんですけど、まあ言えないかもしれない。でも言える範囲で、僕の中ではね、ジャッジでは言える範囲で某オーケストラに指導するエキストラで行った時ですね。はい、私は結構笑えない話なんですけど仕事場じゃなくて、学生の頃合わせに行こうと思って譜面台持って楽器持って階段を降りたんですね、学校でね。私その頃ヒールを履く人で、今あんま履かないんですけど、ヒールが好きで入っていこうと思ったら、そこから10段落ちまして、階段から楽器と一緒にやばで、正座の状態で落ちた。もう落ちたってことね。こうで、ストッキングがビリビリになって。ストッキングぐらいいいよ。それどころじゃないもんね。で、こう手すりの下にこう柱がなってるタイプの手すり。そのベルが。ウィンドチャイムのようにね。一瞬何が起きたかわかんない。私階段から結構落ちるんですよ。楽器がなくて。で、うわーと思って、多分4階から同期がもうドサーって言って降りてきてくれて走って。私は何が起きたか分からなくて、そしたらもうベルが曲がり、このレバーが折れてたやばいってなって、当時の先生方が「もう素晴らしいリペアのところにもうすぐ出すから」って言って出してくれて、楽器は大丈夫だった、大丈夫だったっていうか、まあ、今もその楽器で見てるんですけどなんとか事なきを得たんですけど、その次の日から奈良に行く用事だった。次の日、奈良で金剛の本番があって、長いってなって、学校の楽器のアレキサンダーのワンピースのハンドケースを持って、スーツケース持って、背負わずにこうやって行ってた。それはまあなんとかみんなに笑われながら終えました。で、皆さんご存知、ブラスバンクの宣材写真を撮る用事もあったんですよ、その時に限って。そしたら、学校のワンピースの楽器で撮ったら、ワンピースってベルが外れないタイプなので、バレちゃう。で、私まだ入りたてで先輩たちにも言いづらいどうしようってなって、同期が同じ103のアレキを持ってたんで、もう3時間だけ貸してほしいって言って、絶対傷つけないし、吹かないから貸してほしいって言って、同期の楽器で宣材写真をその話私初めて知ったかも。え、本当に？あ、じゃあビリヤだって多分言えなかったです。当時はね。ちょっとそんな怖かったの？俺やばいけどそんな今あったかいけどそんな怖かった。そもそもここしか知り合いでなかった。そう。私が被ってないし、多分全員知り合いでみんなでこうつなげるって感じだったから。そうなんですよ。それでなんかそんな自分のじゃない楽器で撮るなんてやばいなと思って。しかもずっと残るじゃん。確かにピカピカの同期が買ったばっかり。よかったよやったぜピカピカでよかったよ。でそれで大学の階段に滑り止めがつきました。あ、冒険したいいぞ。あ、だからすごい勉強代剥がれてたんですけど、それを先生方が会議に持ってってくださって、もうすでにの目が今は。ホールの皆さんこうやってこうベルこうやって出してこうやって持つけど、そうやって持っててなってるから、ね、危ないですよ。こうやって持つの。危ない。もうそれからはどんな本番で移動がある時とかも絶対ケースに入れて、もう階段のない場所で出してっていうのを徹底してます。おじさんおばさんはね、すぐ書けるから。ですぐ楽器落とすからみんな。結構やっぱ中学生とかもコンクール会場で客席上がってる時に転んじゃうとか結構聞くんで、本当に怖い。これは気をつけてください。本当はブラスバンクオペラだと思う。あれオペラでなんかオーケストラピットってステージの前に降りてちょっと下がってるオーケストラピットに入るお仕事で、多分ゲネだったと思うんですよ。当日のゲネでめちゃめちゃ体調悪かったんですよ。そのホールがすっごいなんか古いホールでオーケストラピットなんて多分そんなに今までその周辺で下げたりとかしてないんじゃないかなっていうぐらいで、すっごいほこりっぽくて、で体調も悪くて咳止まんないし、熱も爆上がり38度とかなんで、当日まあでも行けると思って行って、まあ、こんなご時世でもなかったし、行ってゲネ通しますみたいな、それこそでやってて、それこそフォルテ早く来て席したいみたいなでもフォルテのところで泥も吹くじゃんだからティンパニーが叩くタイミングで席しようみたいな感じで、ティンパニーと合わせてコーンみたいな感じでやってたんだけど、もう体調がもうめちゃめちゃ悪くなっちゃって、今度は休みを探した。この学長が休み、この学長が休みみたいな、超時間ちょっと10分ぐらい休みみたいな、何曲か続いて休みみたいなタイミングでもう気持ち悪くなっちゃって、吐きそうと、ここで吐いたらもうやばいしだからとりあえず待ったんですよ。で吐き終わってよしって言ってスタンドに置いて、誰にもバレないぐらい素早い動きでサッて降りてトイレ行ってうーって吐いて、で戻ってきてスッて座って待ってたら、そのまま気づかれなかったんですよ。セカンドの人すら気づかなかった。すごっ。本当にドラマがまあ一番後ろで階段の近くで、3番一番だったかな。あ、そうか、一番から一番手前か。スッて降りれるぐらいのところだったからだけど、やっぱああいう時って素早い動きできるんだなと思って、すごい。その後もう全部出したらすぐ気にして、なんとか吹き降りたみたいな。命がけ。怖っ。絶不調の時にみんな1回ぐらい本番してるでしょ。あります。それこそお腹痛いとこあるし。ああ。もう周りの音が全部聞こえて。でもそれ薬あるんですよ。そう。でもう体調悪いのが一番しんどいよね。しんどい。やっぱり偶然に変わるっていうのも申し訳なさも。でもそれこそこの時代ご時世だとリハ4日、本番1日とかで、本番2日とかで。リハ3日やって、ここから次の違う人が来るってこともありましたね。あるし、逆にリハ3日で本番1日だったらここだけ違う人ってこともある。出れませんかみたいな連絡あって、もう今はない。でも今インフルエンザ流行ってるから、これからですね、冬。でもそれが当たり前になってくるんだもんね。体調不良で本番はしないっていうのが今マスターね。確かに。なるほど。僕はいろいろやらかしてるんですけど、まあ言えないかもしれない。でも言える範囲で、僕の中でね、ジャッジでは言える範囲で某オーケストラに仕事にエキストラで行った時ですね、音響で芸術鑑賞会で高校生を紹介して、で2回本番で、僕はその仕事をもらった時期が本当にもうこっちに来たて、鹿児島から名古屋に来て、もう本当に1、2回目ぐらい仕事なんで、で僕鹿児島ってまあオーケストラもないし、僕のねいた大学オケもないし、オケに行く経験も全然なくって、で学生の本番はあったけど吹奏楽定期自主公演みたいな2回本番がまずやったことなくて、存在を知らなくて、でオーケストラが嬉しいから僕はいなかったから、リハの時も基本まあいいのか悪いのか、今は僕の出番が終わったら帰っちゃうけど、こっち来た時嬉しくて、その乗り番じゃない曲もトランペットの人に言って、ここにいてもいいですかって、要はそのトランペットの席で感じるこの周りの音とかを客席とか CD でしかなかったから、勉強したい、どういう感覚、タイミング、どういうブレスでどういうバランスで吹いてるのかっていうのを分かんないから、とにかくいっぱい聞いて勉強したいから、もし迷惑じゃなかったら2本しかないけどここに座ってていいですかってリハの時に「いいよ別に」ってなって、で、まあ、聞いてたんですよ。勉強してスコア見なかったでやってたのがあってっていうのを踏まえて、本番の日音響ので連絡表が来て、でなんか星マークみたいなね、これゲネだよねとか、まあ本番についてするんで、まあ僕本当に抜けてるんでパンパンって書いた時に時間が10時と2時だった。ああ10時ゲネの2時本番ねって僕は思って、音響でね、今だったらいや2回本番だろそれってなるけど、10時のゲネの2時本番か OK で、なんか10時のゲネの前になんかみんなやったらスーツだし、あれなんか衣装がまあでも音響だからそうか、スーツで黒黒だからネクタイだし、まあ着替えのも面倒くさいんか、ゲネからみんな衣装でやってんだなで、僕はスーツ着てネクタイはしてないんだけど、まあゲネだしで言ってたらちょっと待って、一回ここに説明入れさせて、多分皆さん置いてけぼりになって、まず、まあ、ゲネっていうのはリハーサルね、本番当日に、本番の直前に、まあ、例えば、まあ、指揮者によれば全部通すことも、まあ、周りにあるし確認だけやりましょうっていうのがゲネプロって言って、今ゲネって言ってるのがゲネで、でまあ、2回本番って言ってるその音響って言ってるのが学校公演とかで、この学校ごとに午前中はこの学校、午後はこの学校っていうのを同じホールで学校が入れ替わったりするっていうこともあったりするんですけど、多分そのことを言ってて。でリハーサルが終わったらすぐ帰るって言ってるんですけど、帰っていいんですプロの人たちは大体みんな自分の出番が終わったらすぐ帰る、先に失礼しますで、まあ、すぐ帰るって言ってたのは、まあ、そういうことなんですけど、はい、ごめんなさい、ありがとうございます、はい、わからないもんねそう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 、すいません、ありがとうございます。でその芸でね、みんな着替えてるなで、トランペットの一番の人がすごい、まあ、僕慣れてないの知ってるからこれぐらい持ってきて、なるほど、このこれとこれが乗り番だからここで入ってきて、優しい、いやすっごい優しいので、俺も入ってここで出てね、でまたこの曲が入った後に喋るからメモで、これ MC やるからここでまた入っておいて、でアンコールはそのまま座っといて、で一緒に帰ろうかみたいな、すごい優しくしてる、はい、分かりました、そんなとこある？ないないよね。でそのメモもらい、分かりました。ただ俺はずっとゲネなのにゲネから言ってくれる感じ、でもゲネもそうやっていいですよ感じ、でも俺ゲネ聞きたいけど、考えてるかと、ゲネも別にリハだからここで聞きたいけど、よしまあまあでも本番のために早めに言ってくれたなと思ってもらって、それでもアドレスなんかして、で本番の時間がまああと間もなくですみたいな。でこれ今言ってる本番っていうのがだからゲネだと思ってるんですよね。そう10時のゲネプロだと思ってるけど、まあ、本番ね1回目ね、そう1回目、一応着てると、一応スーツでネクタイ出して、一応着たのよかったね。そうもう着替えがないから私服じゃないから、まあブーってなるじゃん本番前に、ブーってなるやん、あれなん呼べる呼べる、5分前のね、本番5分前になるベールでブー押しみんな集まってきて、で俺はまあ1曲目がカルメンのトレアドール、あれトランペット2本なんですよ。よし勉強しよう、こうトランペットの後ろにくっついてで、ラッパーの人そんなに後ろ見ないから、前に2人ラッパーいて、で楽しみだな、家でも本番のホールのバランスってまた違うんだろうな、ウキウキしちゃってよしじゃあお願いしますって、今覚えばおかしいんだよ、ゲネでお願いしますなんてないから、集まってるからね本当はね、知らないからすごいしっかりしてな音響ってと思って入ってったらもういや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 と思って、もう入っちゃってるからもういやいや、あれってなって、これは公開ゲネ、いや違う本番やってなって、もう真っ白もうついてて俺楽器も持ってない楽器も持ってない楽器の人やそうそう、もう手ぶらでスタスタやばいってで、おはいラッパの席ついてラッパの人さっきすごい丁寧に出てした人なんでさっき言ったじゃんさっきあんなに言ったじゃんで、俺もやりましたセカンドの人爆笑してて日本だからこれ楽器持ってないし何してんのこいつでも一番の人ももう笑っててとりあえずあれでもちょっと目立たないようにしようかってそうにこんなにでかくないからねその80キロぐらいだからそうシュンってずらってやったわで、まあとりあえず俺がもう自分指揮者も一緒でじゃなくてまあいいか俺はそのこうやって固まって、まあ、終わってで本来ねその僕まあちょっと別件でまたやらかすもうちょっとちっちゃな話なんだけどアンコールって吹いてない人は立たない知らなくて立ったことがあってでアンコール吹いてない人は立たなくてもいいんだよっていうのを知ったんで、ね、その後まあそうですそうなんですちょっとプチやらかしたんだけど今回吹いてないから立たないんだってすげえ迷ったんだけど立たないって俺は吹いてない吹いてない人は別にでもまあ握手一緒にしとけばいいんだけどいや今はおかしいだあの座ってるの楽器持ってないってもう目立っちゃいけない視線がこっちでもう同じ横と同じタイミングで正解でも横が座ってみるとこ正解同じでまあでもうこの金管軍とかみんな集まってきて何してんのほんまどうしたっつってでラッパの人は分かってるから事情がねいつもあるこいつは勉強で聞きたいから来るんだけど2回本番って書いてあったけどね書いてあったんだけど、ね、ちょっと見てなかったんだろうねで、なんか別にね、ネクタイもしてないしなんかもう確かにそうやばいっすまあ、団員はいいけど自分曲がなんか、言ってくるたらごめんみたいなもしかしたら、大丈夫だと思うけどみたいなまあ、そんなに大ごとに出ずに、まあ、これはまあ終わろうかみたいな、で、まあ、そう笑いながらね、オケの人もやってたけどっていうのが一番出た瞬間が怖かったから出ていけたと思ったらいやもうそんな拍手されてももう楽器持てないしっていう真っ白になるいやなかなかないよそれはやったことないな結構そうおもろ怖いだいぶ怖いよほんま出ちゃってるもん現場がね良かったからそう本当にね怖いところの現場で音響で良かった確かにいや全部の本番がすごい大事なんですけど音響で良かった定期でそんなだって出て40分こうやって座ってるだけでやばいっていうのがいやすごいいやそれは本当に怖いもう怖いブラスバンクいやまあでもみんなの話全部怖かった佐野家が鳥肌がすごいですはい本当にあった本当に怖い話が皆様に訪れないことを願っています本日の動画もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた次回。バイバーイ。